ンジョイポケモン、ガチポケモン、ヘビーユーザーのガチ課金、コンプラス、レジギガス、二人討伐に挑むということで、レジギガス二人討伐に挑んでみました。結果、可能でございます。まあちょっとガチポケな部分があって、で統計的にもね、あこれできるなって私はね、分かっておりました。あとは2人討伐だったり3人討伐だったりやる意味があるのかという部分になるんですけども、これは、それぞれポケモントレーナーさん楽しみになります。まあ、自己満足の部分になるのかなと私は思っております。強いポケモンを揃えてこうヒリヒリするレイド、倒せるか倒せないかちょっとこうわからない中で、倒せたっていうそのね満足感だったりね、まあ一つの楽しみ方だと思ってください。あともう一つは、最低人数の討伐をこう分かっていると、今レジギガス前半レードだからレードに人集まってバーってできる、都内とかはバーってできるかもしれないですけども、田舎の場合人数が集まらないんですよ。やりたいって思ってる人がいても入ったらもう 2,3 人しかいなくて、あできないやっていう部分があるんで、最低人数とそのポケモントレーナーのレベルを見た時に、あできるかできないか、トライしてみよう、引いてみよう、パスが無駄にならないようにという、そういうね基準もね、分かるんでね、結構この少人数討伐っていうのはね、大切な部分かと思ってます。もしライトユーザーの方がもう見てくださっていたのならば、トレーナーレベルが45の人が3人いたら抜けなくても大丈夫かと思います。抜けなくても、まあ基準としてそういう考え方を持ってればいいと思います。で45以下、トレーナーレベル45以下でなんだ、あこの人は自動選抜で挑んでるなっていう感じの人がいれば、レジギガスに対してメタグロスがね自動選抜される時があるんですよ。これ火力少ないんで、これだと大人数が必要になってくるわけです。メタグロスが選抜されてると、自動選抜されてると、その場合、メタグロスで挑んでるかどうかっていうのはわからないんだけども、トレーナーレベル42、41、40以下の場合、3人で1人分とか2人で1人分とかっていう感覚を持って、じゃあ5人だったらこれいけるんじゃないか、6人だったらいけるんじゃないかっていうようなね憶測を立ててね、後半型もしレイドがやりたい場合はそういう指標にするっていうのは大切なのかと思います。まあちょっと長くなりました、長くなりました、ちょっと待ってください。あー色変わんなかった、はいはい変わりませんでした、はいどうか、はい変わりませんでした。まあ昨日変わったんですけどもね、ルナトに関しては昨日色違いに変わりました。はい、ではね、2人討伐のね様子をね今流したいと思いますが、じゃあなぜ、2人討伐できるかって分かったのかというと、私少人討伐するときにこの今見えてると思いますけども、ポケモン GO ミンポケさんのサイトのこのツールの中の、左から2番目カウンターリストっていうのから入って調べています。カウンターリスト、じゃあこれがねカウンターリストなんですけども、ここでレジギガスって入れました。レジギガスって入れて、で5玉でメガで、メガの格闘ブーストをつけたかったんで格闘ブーストをこうつけました。で基本的に2人討伐でやる場合、前提が何個か条件があります。まず第一に女神ミロップを相棒として歩かせておく、これ格闘ブーストをつけるためです。女神ミロップ、これないともう2人討伐はできないと思ってください。あともう一つが大親友とフレンド2人でいいと思うっていうところです。大親友フレンドボーナスっていう相手にねダメージを与える、ボーナスがあるので、女神ミロップを歩かせてメガにしておく、大親友である。で天候は今のところどれでも大丈夫です。天候は技ね目覚めるパワー岩とかね、雷ゲージ技はね今回雷でした。で気合玉もう2人でできるんじゃないかな。気合玉、あーちょっと気合玉がまあギガインパクトはね2人討伐難しいかもしれない。
っていうのはローブシン乖離菌が一発で溶けちゃう形がちょっと見えたんで、はい、まずはねこれで、ここでね大親友だった、格闘ブーストがつきました。で2体目以降は1体目はポケモンレベル、PL50 で作ってる人もいるかもしれないけども、2体目以降は基本 PL40 だと思うんで、ここ40にしてます。40でここで検索をかけます。はい、検索かけました。検索かけると下に出てくる。はい、で一番火力があるのはルカリオ。この場合上の方の見方としてはここが2人になってますね。2人で挑んだ場合ルカリオは 14.3 匹いって247秒でやっつけれるよっていう意味でございます。で第20位のローブシンは 12.3 匹いって253秒でやっつけれるよっていう。だからこれがね火力順、純粋に火力順になります。相手に与えることができるダメージということで、ただ実際やってみるとちょっと微妙にねズレが生じてくる部分がある、ルカリオに関してはね、攻撃力あるかもしれないけどもペライというか防御力が少ないんでやられるのが早い。波動弾ね2発打てなかったな、打てるか打てないかっていう感覚がねよくよくある、うん、なんでもう一つの条件としては、ローブシンか怪力、ローブシンか怪力のマックス強化、ポケモンレベル40でいいです。マックス強化が、5体いればいい。5体準備してください。で6体目がミミロップ、メガミミロップ。これは私一人じゃなく、もう一人挑む側も女神ミロップとこの状況、同じ条件を、満たしているっていうところが大切になってきます。うん、という感じでね、これこのミンポケさんのねサイトを見ても私、やるんですけども、以前昔その少人数討伐やりたいなって思った時に、ここ、実は第一順位が280秒だったんですよ。2人討伐280秒をできると思って、とにかくマックス強化作ってやってみたらできませんでした、何が原因かっていうと200ここの数字で280秒285秒だとちょっと難しくなってくるかもしれない、250秒平均、このミンポケさんのサイトでここが250秒平均だったらまあ2人討伐できるなっていう感覚を私は持ってたんで、はい、ということで、これは挑めるなということで、まあ実際ね、やれたんですけどもね。はい。では、その時のね、では見ていきましょう。実は2パーティー作ったんですけどもね、イベって書いてるこれと、もう一つの方と2パーティー作ったんですけども、ちょっと早送りします。はい。で、実質、この、1パーティー1つで臨みました。で1パーティー目これやっつけられたら、回復して、あ、こっちじゃない、こっち、このパーティー1パーティーがやっつけられたら、回復してまたこのパーティー再度これで挑んだという形になります。これでね、十分にやっていけたという感じになります。でこれは私1人だけじゃなくポケ仲間もこれと似たパーティー、ただここにいる私の場合ムキムキ100ムキムキ100ってことで、怪力に関してはもう PL50 の2体います。3455、これ PL50 です。で3056、これは、XL アメ3体目なかったんで、これはポケモンレベル40になります。いずれも個体値103体ですね。でローブシンは個体値96が2体という形になります。でミミロップ、このミミロップもまあ個体値100だけどまあまあまあそれは、でもし一回挑んでみたいなって思う人がいたら別に個体値100じゃなくても私は個体値93とかでも全然いける、91とか93でも、マックス強化が5体いればなんとかいけるんじゃではないかなって感じております。ということで、はい、進めていきましょう。始まります。でレジギガスのゲージ技は、雷です。雷はあの
雷も結構ダメージ食らうんですけども、まあ2人討伐可能だったということになります。で、私初手でミミロップで、ポケ仲間が、格闘を出して、ポケ仲間の格闘技がブーストかかって相手にダメージをいっぱい与えてほしいってことで、私ミミロップ初手に出します。で、ポケ仲間の方は、には、3体目ぐらいにメガミミロップ準備しといてって喋、ってこれあのリモートでやり合ってます。リモート で今どっちも2人ともローブシンなんで、これミミロップのメガブーストはついてない状態です。でももうとにかくね、格闘技をこう投げて、相手にダメージを与えようって頑張ってるわけです。240秒で、今ポケ仲間、奥の方がポケ仲間チラッと映ってますけども、まもなくメガミミロップが出てくると思います。あ、出ましたね。下にあのブーストマークがつきましたね。これで私の方が、10%、20% アップでしたっけ、格闘技ブースト、ブーストで爆裂パンチ1回打てました。もう1回爆裂パンチ打てるか、打てましたね。ブーストが効いてるうち大親友ボーナスとメガボーナスで、レジギガスにダメージを与えている状態になります。私の方で今消えましたね。今相手のメガミミロップが倒れちゃったんで、ブーストがメガブーストが切れたという形になります。でこれで180秒、もう160秒ぐらいで黄色になっていればっていう感覚で、今この時はちょっとあできるかできないかっていうハラハラドキドキな部分でございました。でもうちょいでねワンパーティーやられるわけなんですけども、これ多分ね同時にねワンパーティーやられるとちょっとあのペナルティーとか食っちゃうんですけども、ペナルティー食ったイメージあんまないんだよな、この時やってた時はね。でこれでやっつけられました。で私回復します。回復、元気の塊でもうできるだけ早くね、もう144秒、143秒なんで、でスライドしてまた参加。ペナルティ食った形跡あまりないですね。で私初手これメガミミロップ、でポケ仲間が今メガブーストついてるはずです。まあ、メガミミロップがね、気合玉やってもこうやってね、もしメガミミロップ出してるんだったら、今のようにね逃げてる方がいいかもしれない。あの防御力がメガミミロップ少ないんで、もう一発食らったらもうやられるだけみたいな部分がちょっとあるんで、はい、ということでこっちのやられてメガミミロップやられて、今これはもう大親友ボーナスの通常だけの攻撃になります。友達もローブシンだよな、ローブシン、あ隣ローブシン、あはい、今友達の方は、メガミミロップ出してくれてますね。下にマークついてるんで、私があのブーストかかってる状態です。大親友とメガブーストがかかってるという状態になります。なんで相手にねその何十パーセントって大きいダメージを与えられているというような状況です。私は初手にメガミミロップ、ポケ仲間にはあの3体目ぐらいにメガミミロップを入れといてねっていうような感じでやった部分でございます。はい、ということでまあもうここからはね、やっつけれる状態になっていきます。まあちょっとドキドキはしてたんですけども、怪力とローブシンで格闘でノーマルのレジギナスに、2人で打ち当たって討伐したというような動画内容になります。はい、ですね、32秒、13秒残しぐらいだったかな、ちょっと早送りしますね。はい、13、12、もう13秒残しぐらいで、2人討伐できたという感じになります。これがねギガインパクト、ギガイ玉のゲージ技を持ったレジギガスだったらやれるかどうかちょっとわからないです。まずはね2人討伐ができたということで、皆さんにはこちらの動画を参考に、それぞれのね楽しみのもと少人数討伐やってみていただければと思います。
まあ、3人討伐だったらもうちゃんと揃えてる人がいれば、メガミミロップいなくても、できるかもしれないです。ただメガミミロップがねいると、その格闘ブーストがついて楽になるんでね、そういった形で挑んでもらってみてもいいかと思います。少人数でぐるぐる回るんであれば3端末で、もうとにかくメガマミミロップで3人でとにかくレジギガスいっぱいこう送り合ってやるっていうのでもいいですし、あとは色違いか、色違い、はい、ということで、2人討伐、雷の場合できたというような動画内容になります。もしよければグッド評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。ではここからはねちょっと余談に入るんで、おまけの部分に入ります。おまけの部分、色違いの部分に入ります。色違い、今回ねレジギガスは、色違い確率 5% って言われてますね。まあ100戦のうち20戦やれば1体出るかなっていう感覚だと思います。はい、ではでは、じゃあ私はどうだったかと言いますと、レジギガス今2日目なんですけども、実際レジギガス何戦やってたかな、60、70戦ぐらいやってるかな。でポケモンの方を見ていきましょうね。レジギガスということで無事色違いの方取れました。じゃあ色違い何戦目と何戦目になったか、実は54戦まで私出ませんでした、色違い、54戦までかと思えば私のポケ仲間は1戦目で出たとか、6戦やって2体出たとか、まあ、色違い確率はね、確実に悪い方ではないと思います、このレジギガスで。私は54と56戦で色違いが出ました。で個体値はどうかというと、個体値 100が一応ね、ガチとしては100が欲しいと思ってるんで、まだまだレジギガスの期間は長いと思いますけども、個体値100を追い求め、皆さんから招待を受けたあのレードも、参加できるものもどんどん参加してやっていきたいと思います。まあ戦力として私を、雇ってくれるんであればどんどんレードください。ただ入れない時もあるんで、その辺の時はごめんなさい。はい、ということで色違い確率はこんな感じになります。レジギガス、地下金ガチポケは個体値100だったり色違いを求めます。じゃあレジギガスどういうところで使うんじゃいと言われれば、使う場所は特にはないんですけども、置物になってきてしまう 場合もあるし、今後ね、技がねいい技、使える技になったら PVP 対戦でも使えたりするかもしれませんけども、まあまずはギガインパクトはすごい強えっていうのはね、大体みんな思ってるところではあるので、それを生かす場所が出てくれば、レジギガスも生きてくるんではないかなとは思っております。ちょっと長くなっちゃいましたね。はい、ということで現在、色違い見ますか。色違いどんなの出てるか。まあ色違い、これ日付順になります。ルナトン、ヤンヤンマ、ケムッソ、アチャモ、まあレジアイスの時レジアイス、ちょっと多くなりすぎましたね。ここあたりもちょっと処分していければと思います。で、カビゴンね、カビゴン私45回目と4回目で出ました。このカビゴンのね色違い確率は150分の1、150戦やって1回とかって言われてますね。はい、その中で私2体ね前回のレードで出たっていう、出たことはありがたい。で今野良カビも出てますけども、野良カビの確率悪いって言われてますけども、全然色違い出したっていうポケ仲間は結構多いです。多いんでね、ただ野良カビの発生数がちょっとあまりにも少ない、少ない割にはね、色違いになってる人たちもいるってことは確率いいんじゃないかなとかっては思うんですけども、ちょっと長くなっちゃいましたね。ということで、これをそのまま配信したいと思います。エンジョイポケモン、ガチポケモン、ヘビーユーザー、ガチ課金、コンブでした。もしよければグッド評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。たまにしか配信しませんけども、皆様の少しお役立ちになればとは思っております。ありがとうございます。